デイのデイのデイ、なんかまた新しいの生まれたんですね、ルアちゃん。こんばんは、笑顔の7歳ってありがとうございます。花井ポーズ、なんか前回の配信は多分手持ちじゃなかったんだけど、前々回と前々前回ぐらいが手持ちで、その時にねマイクを塞いでしまって音が全く聞こえなくて一人で喋ってたっていうのに、配信終わってからそう気づいたので、マイクを塞がないようにちょっと気をつけながら頑張ります。マイク塞いでたら教えてください。こんばんは、花井坊主。こんばんは、お久しぶり。確かにお名前見たの久しぶりかもしれない。ねがいちゃん可愛い、本当ですか。配信はでもね、今日何日だろう12かな。12だと4日ぶりぐらい。花江好きだ本当ですか、ありがとうございます。こんばんは、雪だるみたいに、そう、フードかぶって、あのもこもこのね、あのね、なんていうの、このやつなので愛してる、本当ですか。こんばんは、可愛すぎる、優しい優しい、こんばんは。あったかそう、そうかな。なんかふわふわしてるのって頭の部分はね、中もそうなんだけど、あのなんていうの、フード部分以外のモコモコは別に中側、内側はふわふわしてないから、こんばんは。やっぱり花押しがいいです。花押しになってくださるんですか。なんか DD な気がするけど エキゾチックな綺麗さ、すごい言葉初めて言われた。元気ですか。でもね、そう、今日はね配信できた。花江ちゃんのステージ見れてよかったよ。そう、ゆめさんのね卒業公演が一昨日あって、そう、出演メンバーではなかったっていうか、そのなんて言うんですか、その難しいな、思い出いっぱい公演の出演メンバーではなかったんですけど、そう、最後のね曲で3期生と思い出いっぱいに出ていなかった先輩方と3期生も呼んでいただいて、 STU さんの息をする心という楽曲を披露させていただきました。どうだったかな。そう、ぜひね、そう、感想お待ちしています。なんか
なんかあんまりその息をする心に触れた返信をほとんどいただいてない、なぜだろう私がね詳しくそのメールでかけたのが今日だからっていうのもあるかもしれないんだけど、ぜひ感想をお待ちしております。でもそう、写真ね、まだねメールの不具合が治ってないから写真が送れなくて、そう本当に申し訳ない。なんかもういつから、30から遅れ、違う29かな、1月の末から遅れてなくて、ちょっと写真がね溜まってるので、多分遅れるようになったら写真祭りがやってきます。大量に写真ばっかり送っちゃう気がする。そう、まずスモちゃんの写真がまず大量にあって、そこからゆうなちゃんとの振り袖の2人の写真とプリクラも撮ったから、それと全部あのチャットで送ってるのとは別の写真です。とリリカちゃんともプリクラを撮ったので、その写真と、あとゆめさんとの写真と、そう雪を下から撮ったらなんか流れ星みたいで綺麗だった写真を送りたい。あとは普通に私個人の写真、あの一応ねチャットは送れてるから送ってるんだけど、全部別の写真です。そのどうしても写真が全くないとか、どうしても使いたい写真があるとかあると、チャットとメール同じ写真送ったりもするんだけど、基本的には別の写真なので、あれチャットで見たよっていうこともなんだろう、別のバージョンです。こんばんは、今日は聞こえてます、よかった。あれはあれで面白かった。いやでも私ちょっとあのコメント追いついてなさすぎて、その配信終わってから皆さんのコメントを見返してたら聞こえてないよってなってて、私一人で喋ってたみたいで、さすがにちょっと大反省しました。寒そう。でもエアコンが止まっちゃった。今日も元気に花よし、フラフラされてるけど、銀河で一番可愛い。嘘、そんなことないよ。ありがとうございます。あ、そう、あのねポニーテールはゆめさんに何がいいと思いますかって聞いて決めていただいて、そう初ポニーテール、なんか自分のこういう配信とかではやったことあるけど、公演とかではやるの初めて、ポニーテールでした。本当にねメールで書いたんだけど、本当にねはげるかと思ったのあのね、なんて言ったらいいんだろう、そのめっちゃ思いっきり結び目に引っ張ってるから、本当に頭を頑張ってあげないとずっとこう後ろに引っ張られていっちゃうような強さのポニーテールで、そうだからさ固定ヘアがポニーテールの子、一番最初とかはゆうはちゃんで、今だとゆうなちゃん、そうだけど、みんなすごいこれずっとやってたんだと思って、でもねめちゃめちゃ仕上がりは綺麗で、すごいヘアメイクさんって感じなんだけど、強さにびっくりした。そう泣いてたのね、申し訳ない。本当にその出る直前にもちゃんと拭いて出たんだけど止まらなかったずっと花江のこと考えてる。本当ですか、嬉しい。そう24日ね久しぶりの昼夜パーティー公演なので、ぜひお待ちしております。
でもそう、9人だと、9人っていうのも最初で最後になってしまうのかなと思うので、この時間寝落ちしてるときよくて、あ、確かに2月入ってからの配信もだいたい遅い時間だった、ごめんなさい。こんばんは。ポニーテすごい可愛い。え、嘘？そうかな？個人的に自分から進んでやるような髪型ではないんだけど、よかったです。ありがとうございます。裏起毛ではないと、ですね、ツーウェイなんですよ、これが。裏は裏で別の素材になってます。そう、裏返して切れる。息をする心よかった。本当ですか？よかった、嬉しい。ブームって、私がブームってことかな。嬉しい。推しが多すぎて情緒不安定なんです。だからそれを私だけにすればいいんですよ。でもね、息をする心はそのフルバージョンだったので、結構なんだろうな、その思い出いっぱいはね、フルの曲多いんですけど、コンサートとか基本的に曲の披露ってワンハーフが多いから、その1サビまでとラスサビ以降みたいなのが多いんですけど、息をする心はフルだったので2サビとかもあって、そう、その辺のね、サビの振りも違うし、歌詞も違うし、フォーメーションも多かったから難しかったんですけど、でもね、すごい、なんか、なんだろう、全体的に映像がすごい綺麗になるフォーメーションとか、こう円になるところとかが多くて、そう、なんて言うんだろう、STU さんの映像を見て、これが私できるのかなって思ったけど、できてちょっとなんか嬉しかったし、そう、めっちゃね、練習したから達成感もすごくて、目が素敵、嬉しい。そう、なんかね、結構なんか茶色目です。今はね、クリアのコンタクトもつけてない普通の裸眼なんですけど、結構茶色めです。花枝ちゃんに会いたい気持ちしか、え、本当ですか、嬉しい。ぜひ24日待ってますよ。ステージで涙もろいイメージ、ステージで、別にステージに限らず、全般的に、普通の生活で、生活全般で涙もろいです。そう、マナさんの卒業公演も出演はしてなかったんだけど、見に行って、もちろん号泣したし、ステージだからというわけではないです。ただ、ステージに立つと、その裏ではティッシュとかで拭けるけど、ステージに立つと拭けないから、なんだろう、こう、なんだろう、余計崩れて泣いてる感が出ちゃうのかなとは思うけど、普通に普段の生活から、なんか、なんだろう、普通にテレビとかでね、感動するドラマとかでも全然泣いちゃうし、なんか、なんだろうな、でも、
出し泣きとかも全然でなっちゃうタイプというか、というか日常生活の方が普通に多いです。未だに花江ちゃんに会うことがない。え、ぜひお会いしたいです。メール内心読めてますよ。でも私は送る方が今問題です。24日公演見に行くので覚えてたら。覚えてますよ、名前呼びますね。あの曲意外と激しいパフォーマンスでびっくりした。息をする心かな、なんて言うんだろう、なんか なんかゆっくりなところと速くなるところ、サビの振り付けとかはゆっくりなところと速くなるところが全部速いわけじゃなくて、ゆっくりなところがあるからこそそこのタイミングの取り方とかがちょっと難しかったかな。でも本当に嬉しかったです、ゆめさんの卒業公演に出演させていただけて。あ、でもそう、ちょっとね、当日になって苦労したのが衣装が暗闇の衣装で、ちょっとスカートがロング目、膝下ぐらいなんですけど、膝立ちになる場面が結構多くて、衣装を着てから確認してみたらめっちゃ踏んじゃって、その膝立ちになった時に自分で踏んじゃってめっちゃこけるっていうだからなんかそれがね、めっちゃ焦った。でも本番なんとかこう膝を浮かせてスカート踏まないようになんとかなるかなと思ったら、なんとかなくてよかったそう、それがちょっと焦ったポイント。スモちゃん祭りは普通に1月の29かなぐらいからメールが最初送れなくて、その後送れるようになったけど写真がつきれない状態なんですけど、スモちゃん祭りの文章だけ送って写真送れてないとか、そもそもメールが一通も送れなかった時の文章もそのまま残ってるので、そう、送れてないのが溜まっちゃってるんです。そろそろお腹鳴る頃、でも鳴らないと多分思う。今日はこんばんは、見に来てありがとうございます。いや、そうなんですよ、ポニーテールとかなんか思いっきり縛る系の髪型は髪があんまり良くないって。例えばツインテールとか、ツインテールの中でも高いツインテールをずっとやり続けてると、こうなんていうんですか、ツインテールだから真ん中がはっきりしてきちゃって、私も小学生ぐらいの時になりかけたけど、こうどんどん薄くなってきちゃうみたいな、髪の毛をしっかりきつく縛るとなる現象ですそう、公園のね、髪型は崩れないようにしっかり思いっきりめちゃめちゃしっかり結ばれてるので
花石香ですよ。本当ですか？信じてますよ。ねえ、リリノちゃんのラスト公演でも、ラーメン部さんのあの緊急招集会議みたいな、ちょっと名前違ったら申し訳ないんですけど、もあるみたいで、DMM で見るのが楽しみです、私も。リリノちゃん いなくなっちゃう、まだ実感がない。最近お仕事忙しい。お疲れ様です。無理せず休んでくださいね。巻き髪が見たい。基本的に研究生は負けないので、公演では壁車の、今壁車が三つ編みじゃない、編み込みおろしなので、編み込みおろしが基本なんですけど、生写真とかなんかそういう時は負ける時もあるので、負けるってなったら基本私は巻いてるので、そう、ぜひ巻いてるあの写真もね、たまに遅れてるかなって思うから、ぜひ負けてる時の私も見て見逃さないでいただけたら嬉しいです。やばい、コメントが溜まっちゃうよ。ねえ、すごいいい曲なんですよ、息をする心。花井が一番大好き、嬉しい。そう、私は STU さんの花は誰のものっていう曲がすっごい、あの本当に好きで、あの生誕祭の時にやるか迷ったぐらい好きな曲なので、この活動をしてる中で卒業するまでにはいつか絶対やりたいなと思ってますね。大滝さんが花江のこと言ってた。なんだ、なんだろう。え、気になる。え、何で言われてたのかな。一生懸命頑張ってたって。え、嬉しい、嬉しい。え、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、ニコ生さんのねバレンタイン配信今年もあるので、ぜひご覧ください。なんかそのなんていうんですか、配信ページというか、そう、告知の写真が4期生もいる、全体写真だったから4期生もいるのかな。24日投げる、嬉しい。そう、サーヤさんもさ、もう実感がなさすぎて、皆さんもうちょっと、もうちょっと、もうちょっといていただきたいって思っちゃう。花江が可愛すぎて毎日泣いてます。本当か、それは嘘じゃないですか。最近ファンになりました、嬉しい。返信はね、そう、届いてると思うんだけど、稀に届いてない方がいるので、あのなんかなんだろう、今おしゃべり会ないけど、おしゃべり会とかで
お一人ずつ聞いてくださると、まれになんか不具合かなんかで届いてない方いるから、花に名前呼ばれると満面の笑顔になってしまう。嬉しくて、嘘、嬉しい。54分だって、まずいね。今日はいっぱい食べた？どういうこと？でも今日はすごい健康的な食事をしました。なんか普通に魚、ご飯、果物、野菜食べ…あ、野菜食べてないかもしれない。フォローしてくださった方ありがとうございます。そう、3000、今216人ぐらいだったので、ぜひフォローしてくださると嬉しいです。3300人次は目標です。そう、昇格ね、昇格も目指して頑張ります。浴衣ぐらい以来会ってません。いつだ。待って、浴衣のフラインっていつだっけ。浴衣のフラインは、あ、長岡、多分長岡の会場な気がする。いつだっけね。秋ぐらいかな。またお会いしたいです。時間がやばい。フォローしてくださった方ありがとうございます。よし、ランキングを読もう。1位、皆様ぜひぜひフォローお願いします。3、ケンジさん、ハートありがとうございます。2位、ロングさん、猫耳ありがとうございます。3位、ファントムはちゃんと案内してほしいさん。ちゃんとありがとうございます。ちょっと待って、よいしょ、お化け。4位、サンソンさん、ありがとうございます。5位、イージスさん、ありがとうございます。敬礼。6位、コミュニストさん、花江の音確保非公認してません。花江ドローンが監視中。そう、しっかりね、監視はしてますよ。ありがとうございます。ダサンポーズ、ちょっと待ってね。57位、パンダの帝王さん、ありがとうございます。8位、ワンワンさん、ありがとうございます。なんだっけ、わかんない、なんか昔やってた気がする、このポーズ。9位、しめじじさん、ありがとうございます。シャキーン。10位、ウルグスさん、花江ポーズありがとうございます。11位、酒井俊一さん、ありがとうございます。うさぎ。12位、茨城のゆきさん、くま、ありがとうございます。13位、エイコーンさん、ありがとうございます。どうしよう、指ハート、ありがとうございました。ね、間に合った、間に合った、よかったよかった。なんか涙袋濃いめに書いたんだけど、配信だとちょうどいい気がする。花江ちゃんの昇格を見届けることが生きがい。頑張りますね。
運気線のとこカモフラージュです。どういうこと？どういうこと？どういうこと？カモフラージュいらなくない？どういうこと？フォローしました。フォローした方ありがとうございます。ぜひフォローまだだよって方はしてくださると嬉しいです。ありがとうございます。ぜひまた配信するのでフォローして通知を取っていただけると、基本ゲリラ配信なので嬉しいです。ぜひまたお待ちしております。明日も優しい世界でありますように。おやすみなさい。また来てねー。